カシオン山はシリアの首都ダマスカスの街を見下ろす山である。山に並ぶレストランからは街全体が見渡せる。街は長年にわたり拡張されていくつかの地区が山陸に設けられた。標高は1151メートルである。カシオン山の斜面には伝説に包まれた洞窟がある。そこは最初の人間であるアダムが一時住んでいたと言われており、またアブラハムに関する。 様々な物語が伝えられ、さらにイエスもその中で祈った。また一方でそこはカインがアベルを殺した場所であったと、中世アラブの歴史書の中に語られている。世界で初めて起こった殺人とされる場所がそこであった、ことから、マグハート・アル・ダムと呼ばれる。そこは何百年もの間、祈りがすぐに届き、とりわけ干ばつの時に、ダマスカスの統治者が洞窟へと登り、 雨乞いをする場所として知られていた。スンナ派のムスリムにおいては、カシオンさんは、アブドルとして知られる四十聖人のミフラーブの場所であり、彼らは毎晩、夜を徹しての祈りを捧げたと言われ、小さなモスクがこうしたミフラーブのある、地の洞窟の上に築かれた。さらに、地の洞窟から山を下ると、マグハートある銃として知られている、別のホラー穴があったことで、 この洞窟に関する物語はやや混乱している。一つに四十聖人たちはそこで絶食して死を遂げたと言われるが、しかしながら、アルハーウィーという人物が、四十人の預言者がそこで餓死したとして記される西暦千二百年代に居住していた。今日、洞窟は家屋に囲まれて隠れてしまっているが、その場所はアルジュユイーヤと呼ばれている。同じく山の別の側には、 さらに別の洞窟があり、そこは、原始キリスト教の資料のみならず、高欄にも述べられた、七人の眠れる若者のホラー穴で、あると地元の伝説において伝えられ、アシャーブある古フとして知られている。しかしながらこれは、かなり疑わしく、それは、共通して主張する、この世界各地の多くの洞窟のうちの一つに過ぎない。最近、マドラサが洞窟の上に建てられたが、 巡礼者には引き続き入場が認められている。ありがとうございます。